過去の問題で学ぶ、社会福祉士、精神保健福祉士の共通科目。1、人体の構造と機能及び疾病。第31回、社会福祉士国家試験、試験問題。問題、1、次の年齢のうち、エリクソンの発達段階に関する理論に言う、アイデンティティが、発達課題となる年齢として、最も適切なものを一つ、選びなさい。3、15歳。問題、2、人体の各器官の構造と機能に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。1、副交感神経は、消化管の運動を更新する。問題、3、国際生活機能分類、ICF、に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。2、活動は、能力と実行状況で評価される。問題、4、健康に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。2、日本の特定健康審査は、メタボリックシンドロームに着目した健康審査である。問題、5、高血圧に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。4、高血圧の合併症に脳血管障害がある。問題、6、障害に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。1、水耕機能障害は、高次脳機能障害に含まれる。問題、7、精神疾患の診断、統計マニュアル、DSM-5 における、神経性痩せ症、神経性無食欲症の診断基準に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。5、過食を生じるタイプもある。第30回、社会福祉士国家試験、試験問題。問題、1、標準的な身体の成長と発達に関する、次の記述のうち、最も適切なものを一つ、選びなさい。5、生後18ヶ月までに、一人で歩くことができる。問題、2、人体の各器官に関する、次の記述のうち、解剖学的に正常なものを一つ、選び、なさい。2、頸動脈は体表から触知できる。問題、3、世界保健機関、WHO の活動に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。1、アルマータ宣言では、プライマリヘルスケアの重要性が示された。問題、4、高齢者に多く見られる病態に関する、次の記述のうち、正しいものを一つ、選びなさい。3、甲状腺機能低下症は、浮腫の原因となる。問題、5、肢体不自由となる疾患に関する、次の記述のうち、最も適切なものを一つ、選びなさい。3、脊髄損傷では、肺脳障害が起こりやすい。問題、6、精神疾患の診断、統計マニュアル、DSM-5 において、統合失調症と診断するための5つの症状に含まれているものはどれか、正しいものを一つ、選びなさい。1、
まとまりのない発語。問題7。肺葉症候群に関する、次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。4. 起立性低血圧が起こりやすい。第29回、社会福祉士国家試験、試験問題。問題1。身体の標準的な成長、発達に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。2。体重が出生時の約2倍になるのは、出生後3から4ヶ月である。問題2。加齢に伴う生理機能の変化に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。3. 聴力は高周波音域から低下する。問題3。心臓の正常解剖に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。1. 冠状動脈は大動脈基支部より分岐する。問題4。感染症に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。2. 結核は、空気中に浮遊する病原菌を吸入することで感染する。問題5。生活習慣病に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。4. 喫煙は、膀胱がんの危険因子の一つである。問題6。レビー小体型認知症に関する、次の記述のうち、最も適切なものを、一つ、選びなさい。3. 臨床診断に用いる中核的特徴にパーキンソン症状がある。問題7。精神疾患の診断、統計マニュアル、DSM-5 に関する、次の記述のうち、正しいものを、一つ、選びなさい。5. 操作的診断基準によって診断する。以上、過去問題で学ぶ、社会福祉士、精神福祉士、共通科目、1。人体の構造と機能及び疾病でした。